皆さんおはようございます。2月21日水曜日、全国のお天気をお伝えします。この時間の担当は魚住真由です。よろしくお願いいたします。それではまずは現在の実況いただいているウェザーリポートから確認していきましょう。こちらは北海道夕張市5月の猫さんからいただいているものです。ふわふわ雪が風に舞い、昨夜からの積雪は12センチ、滑りやすいツルツル地面は解消されましたが、今朝はしっかりめの雪かきです。気温はマイナス8度と、下がらず寒い体感、ただ今日から真冬日が続くようですと。それほど下がらなかったということですが、ただそれでもマイナス8度はかなり寒い体感かと思います。またさらに雪が舞っている様子を動画でいただきましたけれども、今日もねこの後真冬のような体感となるところ北海道内ありますので、しっかりと防寒を万全にしてお出かけください。では続いて見ていきましょう。こちらは茨城県水戸市塩塩のパーさんからです。おはようございます。肌には感じないレベルの細かい雨が見える夜明け前です。気温は 7.0 度、北風が冷たく寒い体感、昨日との寒暖差が激しいですね。体調管理気をつけますというふうにいただいております。現在ですね、関東地方茨城県でも雨が降っているということでいただきました。また現在気温7度ということなんですけれども、関東はですね昨日から気温がぐっと下がり、この朝の時間よりもさらに昼間の方が気温下がるところも多くなります。体調管理お気をつけください。では続いてです。こちらは山口県周南市の方からです。トラックで仮眠していたら急に強い雨が降ってきました。運転するのも億劫な降り方ですということです。こちら山口県内ですけれども、ザーザー降りということでお天気の報告いただいております。今日はですね、前線に向かって湿った暖かい空気が流れ込み、雨雲が活発化してですね、激しい雨となるところもありそうです。ではここまではいただいているリポート確認していきました。それでは今後の予報について確認していきましょう。今日は予報センター吉野さんとかに解説をしていただきます。吉野さんよろしくお願いいたします。今日はですね、西日本、はい、東日本では雨が降り、はい、北日本では雪が降る一日となりそうですね。そうですね、全国的に雨や雪というところが多くなる見通しです。まずは今の様子から皆さんの報告で確認していきます。この時間帯雨が強まっているのが九州の南部や中国地方ですね。一部ではありますけれども、豪雨という激しい雨の報告も届いているような状況です。はい、また関東ですとか東北あたりも弱いながらも雨や雪の降っているところがあります。北海道一部吹雪の報告届いておりますけれども、こちら雪としてはそれほど強くないんですが、風が少し強めに吹いているということになっておりますので、今は少し吹雪になっているという形になっている状況です。はい、今日は前線が本州の南の海上に停滞しておりまして、この前線に向かって暖かく湿った空気流れ込むような状況になっております。はい、特にこの九州方面、非常に湿った空気が流れ込んでいるということもありまして、今朝は1時間に50ミリを超えるような激しい雨を観測したといったところもあります。はい、そしてこの雨のエリアですけれども、徐々に東に動いていくということになります。現在は西日本中心に雨の強いエリア多いんですけれども、午後になりますと東日本にも活発な雨雲かかるようになってきます。午後は関東なども本降りの雨というところ増えてきまして、一部太平洋側ですとか九州の北部など強い雨の降るところもあると見ております。はい、また上空には冷たい空気流れ込んでおりまして、午後になりますと平地で雪を降らせる目安の上空1500メートルマイナス6度前後のラインが東北あたりまで南下する予想という形になっております。このため東北では雨ではなくて雪になるところが多く、特に午後夕方前後ですね、仙台ですとか山形といった東北南部の平野部でも一部強まるところがあると見ております。こちらのエリア雪に変わってそれが積もるといったところ市街地でも出てくる可能性がありますので、路面状況の悪化などに十分注意をしてください。
はい、そうですね。今日は広く天気崩れているということなんですけれども、はい、気象速報としまして、鹿児島県に大雨警報が新たに発表されたということです。はい、こちら詳しい地点、鹿児島県の鹿屋市なんですけれども、こちらがですね、先ほど解説の際にもおっしゃっていただいた50ミリを超える雨量となっていたエリアですよね。はい、はい、この後もですね、雨雲が停滞する恐れというのはありそうでしょうか。そうですね、それほど長い時間ではありませんけれども、数時間程度停滞して雨の量が増える可能性があるということになりますので、警戒が必要です。はい、そうですね、1時間に50ミリを超えますと道路冠水などもし始めるレベルですのでね、はい、安全な場所を通りいただければと思います。ここまでは新たに発表された気象速報も確認していきました。では今後の天気の移り変わり改めてお願いいたします。はい、この後ですけれども、関東などもだんだんと雨が降り出しまして、はい、午後は広い範囲で雨や雪ということになりますね。はい、また今日は気温もね、かなり気温、昨日と大きく変化が出ているということになります。気温の様子から見ていきましょう。はい、まだ九州南部などは南からの暖かく湿った空気の影響で気温が高いんですけれども、関東や東北といったところは昨日に比べると大幅に下がっています。特に東北エリアですね、仙台では昨日より13度低いということで、太平洋側を中心に昨日を大幅に下回るといった状況です。はい、この冷え込みによって午後は雪が強まるという可能性があるという状況ですね。また関東も昨日に比べるとだいぶ低く、東京は 7.7 度、昨日よりも低くなっている状況です。はい、この後気温がだんだんと下がっていく傾向ですので、昼間の気温で比べますと昨日に比べると15度くらい低いということになります。はい、今日は日差しも届きませんし、この後関東なども雨が降り出してきますので、体感的にはかなり寒いといった状況になりそうですね。はい、午後になっても10度を超えるところ、関東ですとか北日本はほとんどありません。西日本の太平洋側は雨が降ってもそれほど寒さはないんですけれども、関東や東北は昨日と比べるとかなりの寒さということになりそうです。はい、風によって体感さらに押し下げられるといったこともあるのでしょうか。はい、北海道などは少し風強めに吹きますけれども、関東から西のエリアは風自体はそれほど強まらないと今のところは見ております。はい、わかりました。以上、ここまでは吉野さんに今日のお天気解説をしていただきました。吉野さん、ありがとうございました。改めて全国のお天気アイコンから見ていきましょう。2月21日水曜日、全国のお天気です。今日は広い範囲で傘の出番となります。まずは西日本です。沖縄は晴れて日差しが届きます。一方で九州から近畿地方は雨が降ったり止んだりな天気、一時的に強まる雨、また雷や突風に注意が必要です。沿岸部を中心に強い風による横殴りの雨にもお気をつけください。特に九州地方や太平洋側の地域では激しい雨と一時的になる恐れがあるため、道路冠水などにも注意が必要です。外出の際はタオルや替えの靴下などがあると安心です。太平洋側は雨が降っても生ぬるい体感、日本海側ほど気温が下がって季節逆戻りの体感となりそうです。次に東日本です。雲の多い空で各地で雨が降ります。一時的に降り方が強まり、雷や突風を伴う恐れもあるため注意が必要です。沿岸部では風による横殴りの雨にもお気をつけください。被災地では土砂災害が発生する恐れもありますので、危険な場所に近づかないようにしてください。昼間は昨日よりも気温が大幅に下がって寒さが戻ります。体調管理にもご注意ください。続いて北日本です。日本海側の地域を中心に雪の降りやすい天気で、一時的に強まる恐れもあります。東北地方は南部から雪や雨の範囲が広がります。積雪の急な増加や路面状況の悪化などに注意が必要です。特に南部ではドカドカと雪が降って大雪となる恐れもあります。荒れた天気の中の不要不急な外出はお控えください。体感は冬本番の寒さとなるところもあります。万全な防寒でお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。ここまでは今日の全国のお天気見ていきました。そしてですね、先ほど吉野さんが解説をしていただいているお時間に新たに警報が発表されました。改めて確認していきましょう。
鹿児島県鹿屋市に大雨警報が発表されました。大隅地方では今日の朝方まで低い土地の浸水に警戒が必要ということです。この鹿屋市ですけれども4時30分までの1時間には56ミリの雨量が観測されているエリアとなっております。その他のエリアでも50ミリを超える雨、そして30ミリや40ミリを超える雨が降っているお時間もありました。低い土地ではすでに浸水はしているところもあるかもしれません。荒れた天気の中の無理な外出はお控えいただければと思いますが、どうしてもご移動ある方はですね、低い土地などは避けて安全な道をお通りいただければと思います。以上、ここまでは発表された警報について確認していきました。改めまして、皆さんおはようございます。時刻は5時11分を回っております。この時間はウェザーニュースライブモーニング、担当は大住真由です。よろしくお願いいたします。それではですね、改めて今日の全国のお天気をポイントに分けて確認していきましょう。こちら今日のお天気のポイントです。まずは1つ目、広い範囲で雨が降る1日となりそうです。一時的な強い雨、雷雨に注意をしてください。そして2つ目としまして、関東などは真冬の寒さに逆戻りということで、体感ですよね。関東昨日はかなり暖かい体感だったかと思います。生ぬるい体感かとも、ね、言えるかもしれませんが、そこから一変、今朝の冷え込みもね、日付が回った頃はあまりなかったのですが、昼間にかけてここから気温は下がっていきます。かなり体感変化ありそうですのでお気をつけください。そして3つ目です。北日本では積雪増加の恐れということなんですけれども、特にですね、今日は東北地方南部、湿った雪、そして雨も、ね、沿岸部では降ることがあるかもしれません。内陸部を中心に積雪の急な増加ですね、あとは路面状況の悪化などにも十分注意が必要となってきます。こちら北日本の東北地方南部などは主に午後ですね、強まりに注意が必要なんですけれども、お帰りの時間帯ですねの雪の降り方などしっかりと確認いただければと思います。以上、ここまでは今日の天気ポイントに分けて見ていきました。それでは改めて現在いただいている皆様からのお天気報告見ていきます。5時10分までの1時間にいただいているものです。この時間で見ていっても晴れのご報告、オレンジ系統なのですが、北海道の道東、一部太平洋側か、もう南西諸島のみになっていて、その他はもう曇りや雨のご報告となっております。ぐっと拡大して見ていくと、黄色の豪雨レベルの雨のご報告もいただいているんですよね。雨雲をレーダーで重ねてみますと、このように中心部分赤色となった活発な雨雲が現在ところどころにかかっておりまして、この雨雲の元では激しく雨が降っているところもありそうです。またこの雨雲の広がり方ですけれども、全面にかかっているわけではなく、少しね、切れ間も多い雨雲ですので、こう急に強く降り出したり、弱まったりと断続的な降り方となりそうです。急な空の変化などにも十分お気をつけください。北陸エリアも現在雨が降っていますね。関東の弱い雨というご報告もところどころでいただいている状況ですが、レーダーには、ね、反応しないほどの雨雲ですね。その他、東北地方を見ていくと、この時間雪の降り方としてはそれほど強まっているところはなさそうです。北海道を見ていくと、札幌市付近、晴れや曇りのご報告あるものの、吹雪のご報告もその付近ではいただいている状況です。このようにシアラインのような形で雪雲が流れ込んでいるエリアでは一時的に強まったり、そこに風が加わって吹雪くこともありそうですね。ではここまでの雨の降り方も確認していきましょう。1時間の降水量、アメダスで観測されているものです。先ほど大雨警報も発表されましたが、鹿児島県ですね、
やはり強まっているところがありまして、30ミリを超えるような雨が降っているところもあります。鹿屋では1時間に34ミリ新たに降ったということです。その他20ミリを超える降り方となっているところもありますね。激しい雨となっています。その他のエリアでは5ミリを超えるようなところはありますが、それほど激しく降っているところは現在はなさそうです。また現在の落雷の様子も確認していきましょう。九州付近ですね、落雷が発生しているエリアがありまして、まだこの後も雷注意が必要なエリアとなっております。雨の降り方に加えて落雷にもお気をつけください。ではここからは今日のお天気確認していきましょう。ウェザーニュースアップデートです。北海道の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。道南や道東で日差しが届くことがあっても雲が優勢の空、雪が降ることがあり、道北では一時的に強まる恐れもあります。積雪の増加にお気をつけください。予想最高気温は札幌でマイナス3度、旭川でマイナス5度と、気温は昨日よりもさらに下がり、冬本番のような寒さとなります。防寒を万全にしてお過ごしください。以上、北海道の今日の天気をお伝えしました。東北地方の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。南部は1日を通して雪や雨が降り、午後ほど強まる恐れがあります。内陸ほどどかどかと強まって大雪となる恐れもあり、注意が必要です。積雪の急な増加、路面状況の悪化などにお気をつけください。北部は午後を中心にだんだんと雪や雨が降り出します。予想最高気温は仙台で5度、秋田で2度と、昨日よりも気温が下がり、季節が戻ったような体感となります。防寒を万全にしてお過ごしください。以上、東北地方の今日の天気をお伝えしました。関東地方の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。雲が優勢で雨が降ったり止んだり、一時的に降り方が強まって雷や突風を伴う恐れもあります。お出かけの際は雨具を忘れずにお持ちください。また沿岸では風も強いため、横殴りの雨にも注意が必要です。東京の予想最高気温は12度と、朝よりも昼間の方が気温は下がります。前日と比べて気温が急降下する上に風も強まりますので、体感温度はぐっと下がりそうです。暖かい服装でお過ごしください。以上、関東地方の今日の天気をお伝えしました。中部地方の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。雲が優勢で雨が降ったり止んだり、一時的に降り方が強まって雷や突風を伴う恐れもあります。沿岸部を中心に風も強まりますので、横殴りの雨にもお気をつけください。予想最高気温は名古屋で13度、金沢で7度と、昨日より気温が下がり、季節逆戻りの体感となります。風により体感がさらに押し下げられそうですので、服装で上手に調節をしてください。以上、中部地方の今日の天気をお伝えしました。
近畿地方の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。雨が強まり雷や突風を伴う恐れもあります。特に南部は激しく降る雨、それによる道路冠水にお気をつけください。また沿岸部は風が強まることがあり、日本海沿岸では高波にも注意が必要です。お出かけの際は雨具に加えてタオルなどがあると安心です。予想最高気温は大阪や京都で13度と、太平洋側は雨が降っても生ぬるい体感、日本海側ほど気温は下がって前日と比べても体感の変化が大きくなりそうです。暖かい服装でお過ごしください。以上、近畿地方の今日の天気をお伝えしました。中国四国地方の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。各地で雨が降ります。降り方が強まって雷や突風を伴う恐れもあります。特に太平洋側は激しく降る恐れがあり注意が必要です。お出かけの際は雨具に加えてタオルなどがあると安心です。日本海沿岸は強く吹く風により横殴りの雨となる恐れもあります。丈夫な傘があると良さそうです。予想最高気温は広島で15度、高知で17度となっています。日本海側では冷たい風が吹き、季節が戻ったような寒さとなります。太平洋側は雨が降っても生ぬるい体感となりそうです。以上、中国四国地方の今日の天気をお伝えしました。九州沖縄地方の今日の天気をお伝えします。まずは九州地方のアイコンです。雨が強まり雷や突風を伴って激しく降る恐れがあります。北部沿岸は強い風による横殴りの雨や高波にもお気をつけください。道路冠水する恐れもありますので注意が必要です。予想最高気温は福岡で15度、鹿児島で22度と、太平洋側では生ぬるい体感に、日本海側ほど体感が下がりますので服装で各地調節をしてお過ごしください。続いて沖縄地方です。晴れて日差しが届きます。那覇の予想最高気温は26度と、引き続き季節先取りの体感となりますので半袖で過ごせそうです。脱ぎ着のしやすい服装がおすすめです。また運動すると汗ばみそうですので水分補給もしっかりと行ってください。以上、九州沖縄地方の今日の天気をお伝えしました。ここまでは今日の全国のお天気エリアごとに見ていきました。今日はですね、広く雨具が活躍する1日となりそうです。また一時的に強まることもあるため注意が必要です。今日もお出かけ前のタイミングなどでですね、ウェザーニュースのアプリから今後の雨について見てみてください。こちらアプリを立ち上げていただきまして、下のバーのレーダータブ傘マークから雨雲モードというところを選択していただけますと、この先の雨雲についてご確認いただくことが可能です。この先の雨なんですけれども、鹿児島県にピンを立てて見ていきましょうか。このようにですね、ピンを立てますと何時頃にどれくらいの雨量が予想されているかご確認いただくことが可能です。これまでには1時間に13ミリのような、強い降り方となっている時間帯もありましたし、その後時間を送って見ていきましても、またさらに強まるタイミングがありそうです。お帰りの時間帯などに重なる方もいらっしゃるかもしれませんね。ぜひですね、お出かけ前随時最新のものにこちら切り替わりますので、最新情報をご確認ください。以上、ここまではウェザーニュースアプリのご紹介でした。この後
番組は5時30分に再開です。今日も皆様気をつけていってらっしゃい。皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回りました。この時間はウェザーニュースライブモーニングをお届けしております。担当は魚住真由です。よろしくお願いいたします。先ほどは松田聖子さんの瑠璃色の地球2020お聞きいただきました。聖子ちゃんねえ、ファンの方々なんか聖子とかなんかコメントいただいておりました。なんかアーティストの方をこう呼び捨てで呼ぶのかっこいいですよね下のお名前とかで聖子なんか距離感が近くて良くないですか。私どうなんだろう、まゆとか言われてるのかな、どうなのコメント来てます、まゆとか。私なんて呼ばれてるんでしたっけ、皆さん。おまゆおまんじゅうみたいですねおまゆ、確かにおまゆいただくこと多いかも。あとはまゆちゃん、ありがとうございます。まゆ、まゆって呼び捨てと言いますか、まゆってコメントあんまり拝見したことないかもしれない。おまゆ、確かにおまゆいただいてる。おまゆ気に入ってます、私も好き。まゆっぴー、初めて本当に初めて聞きましたけど、まあ、うおうおと書いてまゆまゆ、ねこねこと書いてまおまおあの先日あの薬屋の独り言っていうアニメを見ているんですっていうお話をして、あのそこからもずっと見ているんですけれども、魚住の独り言としてはですね、あの最新話を見た感想なんですけれども、かなりですね展開はもう急速に進んでおりまして、わおっていうところで終わりました。あのもう次が、次週が気になって気になっておるという独り言なんですけどもでもちょっとなんだろうな、推理じゃないですけど、あこの人は本当はこうなのかなとか、この登場人物はこうでこうでとか、いろいろ考えることがあるアニメなんですよ。なので私もいろいろ推理をしていて、ほらやっぱりなみたいなのもあったりとかして、そう当たってるんですよ、ほらほらみたいな、分かってたよそれはみたいなのもあったりして、すごく楽しみながら今見ているアニメとなっております。薬屋の独り言、皆さんもねぜひ見てみてくださいという魚住からの独り言でした呼び名の名前からこんな話になりましたけれども、あの皆さんお好きにね、あの呼んでいただいて、そうまゆまゆとかもあの学生時代も呼ばれることありましたし、あのそれこそズーミンって呼ばれてたりとか、ズーミちゃんって呼ばれてたりとか、そうしてましたね。ズーミンとか多かったかな。そうそうズーミン昨日のね本当に本当に失礼しましたアンヤマコとかもお好きに呼んでいただいて大丈夫ですので、これはまゆまゆじゃないですか、これはまゆまゆです、魚も芋芋も多分まゆまゆですさつまいもこちゃんはあの父が呼ぶ呼び方ですね
そう、父が秋になって私がさつまいも大好きで父の前で食べてるとさつまいもこちゃんって呼んできてとか、長い時はいもこちゃんだけで呼んできたりとかそうそうそうしてたので、そう父の呼び方ですコメントでじゃあさつまいもこちゃんって来てたら父かなって思うかな今度から、あパパみたいなパピー見てるみたいな気持ちになれるかもしれない。いや皆さんも本当お好きな呼び方で今後ともコメントしていただけたら嬉しいですさてですね、ここからはお天気見ていければと思いますが、現在千葉夜明けてきて明るくなっている時間帯なのですが、もうなんせ雲が多いですよね。雨は降っていなさそうですけれども、どんよりしている、もうセロトニンなんてって感じですよね。セロトニンは感じられません、分泌がなかなかできません。あら、マリン球場、マリンスタジアムか、写していただいて、船もなんかかっこよく進んでおりますけれども、ズン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 ねえ、船はズンズン、あ、なんかクレーンみたいなのねえついてますね。これは何用の船なんだろう、なんかあるのかな。でもかっこいいですね、なんかのそのそって感じかな、のそりのそりっていう感じ、うわーかっこいい、うん、刺さる、あーやられた茶番がすごいあ自由かっていういや、そんな千葉はねどんよりしているんですけれども、その他のエリアはどうでしょうかということで、いただいているリポートを見ていきたいと思いますこちらは新潟県見附市豊さんからいただいているものです。細かい雪が、あ、違うわコメント違うの読んじゃったわ。おはようございます先ほどまで降っていなかったのに、傘がいるかいらないかくらいの弱く少しべちゃべちゃっとしたみぞれが降ってきています。今日一日洗濯物を外干しは不可能な空模様です。毎日洗濯物の乾きが遅いなということで、泣いてる絵文字いただきましたね。今日も洗濯物の外干しは難しそうです。ちょっとべちゃべちゃっとしたみぞれということで、かなり冷たい雨に、ね、なっているということなんですね。まあ、洗濯物の外干しも難しそうですし、体感もね極寒の朝といただいておりますので、暖かくしてお過ごしください。では続いてこちらは沖縄県浦添市タック75さんからです。おはようございます。少し雲もありますが、おおむね天気はよく暖かいです。洗濯物も乾きそうですとコメントです。お、沖縄は天気はよく暖かいね。今日も日中26度まで上がりますしね、晴れて日差しも届いても、だって汗ばんで水分補給もしっかりとっていうね、もう夏を感じる注意喚起も始まって、そうよ、もう野球選手の方々キャンプ行われてるから、もう水分補給しっかりと行ってくださいねさてそんなリポート見ていきましたけれども、皆様からのお天気報告見ていくと、雨のご報告も朝の時間帯でね、西日本東日本広くいただいておりますし、まあ、先ほど新潟みぞれということでいただいておりましたが、北陸エリアは雨とみぞれが混在しているような様子、山沿いでは雪になっていますね。豪雨レベルのご報告もいただいていて、一時的な強まりに注意が必要です。一方北日本を見ていくと、こちらは降るもの雪として広くね、雪が現在からすでに降っています。さらに南部から雪のエリアが拡大していって、北部でも午後は雪が降り出しそうですので、こちらもなかなか洗濯物外干し難しそうなエリアです。ではですね、この先の天気移り変わりも確認していきましょう。まあ、朝6時台から時間を送って見ていきますが、もう朝から雨の範囲が広いですね。そしてだんだんと南から東北地方北部にかけて雪のエリアが広がっていき、午後になるともう広範囲で雪が降ります。
その他のエリアでも今日は断続的に雨ですね。以上、ここまでは18時までの12時間、12時間合ってるね、うん、12時間時間を送って見ていきましたけれども、今日のお洗濯情報も見ていきましょう。はい、ダメです洗濯外干しダメです。でも那覇は OK です。沖縄の方は干しちゃってください大存分干してください。すぐ乾くと思います。その他のエリアはダメです。ということで、ここまではお洗濯情報をお伝えしました。ここからはですね、ウェザーニュースのアプリで詳しいお洗濯情報を見ていきたいと思います。こちらアプリを立ち上げていただいて、下のバーメニュー欄3本線の自然季節健康カテゴリー内にお洗濯情報がございます。こちらをタップしていただいたら、先ほど見ていたはいダメーのはいダメーのアイコンが出てくる。もう本当にダメよね、もうダメよ NG だけど、沖縄は OK なんで、ね、皆さんのコメントで沖縄に干しに行こうってコメントありましたけども、本当に行くべき、行くべきというか行くべきではないね、いや OK 大丈夫、この先も OK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 、 あーなるほどね、22日の22時から、まあ心配ということで、ね、あの NG ではないっていうね、すごい那覇、この先も OK アイコンが続いておりますので、ご心配なく沖縄の方は洗濯物外干ししていただければと思います。大きなものも乾きそうですね。そしてこちらのお洗濯情報ですが、今日の昼間だけではなく時間を送って見ていくことができます。今日の夜間見ていくと、沖縄はそれはいいよ沖縄は干していいのよ。今日の夜間見ていくと、はいダメですダメなのよ夜もね。じゃあ明日の昼間、お、明日の昼間になると福岡は後 OK が見えてきましたよ。その他も、まあ、心配アイコンに変わってきたっていう感じですかね。で22日木曜日夜間見ると、あーちょっと待って、あー心配が一番いいぐらいですね。那覇でも心配ですもんね。いやー隠れ OK とかね、うーんちょっとね難しいね。ちょっと、まあ、この先は、まあ、すっきりしない天気が続いていくので、お洗濯物の外干しなかなか難しそうです、まあ、そんなお洗濯情報を、ね、詳しく見ることができるのですが、こちらウェザーニュースのアプリ自然季節健康カテゴリー内には服装予報というものもございまして、今日はですね、どんな服装が適しているかご確認いただくことが可能です。なんと千葉市、昼間も冬物コートに帽子、手袋、マフラー、久しぶりに見ましたこの三種の神器、かなり冬の装備が必要となるんですよね。昨日はあの半袖を着てらっしゃる方とかも私も見ましていらっしゃいまして、かなり日中暖かかったなといった印象なんですけれども、服装の変化がかなりあります。逆に昨日もあの昼間ダウンコートをあの持ってきちゃっていて、こう運んでる方とかいらっしゃって、服装やっぱり家を出る前に見るのは大事だなってすごく感じたので、皆さん外出前のね服装予報でどんな服装が適しているかのご確認していただければと思います。ねえ、冬小物も必要なんですって。しまっちゃった方いらっしゃったかな、大丈夫かな、ねえもしかしたらもう暖かくなるのかと思ってしまわれてしまった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この先もあの小物が必要になってくる日ありますので、ぜひ、ね、あのもう一度面倒かもしれませんが出していただければと思います。風邪ひくよりねいいかなと思いますので、ここまでは服装予報についても確認していきました。
またですね、アプリの空ミッション見ていくと、今日の上着について調査しております。何を皆さん外出時どんな上着を選ばれたかということなんですけれども、途中経過見ていきましょうか。今日の上着はということなんですけれども、冬コートの方東北日本多いかな、西日本の太平洋側を中心に春コートという方や、もう上着なしという方もいらっしゃるんですね。なるほど、地域性がかなりありますね。その西日本の中でも日本海側と太平洋側で全然違う。日本海側はダウンとか真冬のコートっていう方もいらっしゃるし、関東どうだろう、なんか混在してそう。ねえ、冬、真冬コートの方も結構いらっしゃる。春コートの方もいらっしゃるのかな。朝の冷え込みがそんなになかったので、朝早く出かけられた方は春コートでもしかしたら出かけちゃったのかな。冬コートどうだろう、寒くないといいですけど。真冬のコートの方もでも多くいらっしゃいますね。しっかりと今日の気温見ていただけたのかな。ただ最高気温だけを見ると、10度以上あるところも多分関東地方だと多いかなって思うんですよね。千葉も今日の最高気温13度って出ているんですけれども、これは日付が変わったぐらいの時刻が13度だったんですよ、0時台なので。そこからだんだんと下がって、日中はむしろ1桁になって、6度とか7度ぐらいに下がるので、最高気温だけで見るのはちょっと危険かもしれない。そうなの、もうね、最高気温は出てるんです。今日こっからは下がっていくのみなんです。そうなの、もう最高気温過ぎたの。だからそこだけ見ると、あ、この上着でいいのかもって思っても、落とし穴。そうなの、気温が下がっていくの。なんだって。そうなんです。先ほどのね、上着の調査の途中経過見ていきましたけれども、いろいろ混在しておりましたが、どうか寒いより暖かい方が、ね、いいので、調節もしやすいかと思うので、関東は上着のなしの方も 5% の方いらっしゃる。大丈夫かな、心配ですよ本当に。風邪ひかないですか。東海も名古屋も昨日ね、日差しが届いて暖かかったですもんね。母もそう言っておりました。だけれども今日はね、下がるんですよ気温が。だって東海だと春コートも半数以上の方着られていますけれども、どうか体調崩さないようにね、皆さんお気をつけくださいね。ということで、ここまでは今日の上着はという空ミッション途中経過見ていきました。それではここからはいただいているリポート見ていきましょう。こちら1枚目は北海道旭川市そらみさんからいただいているものです。細かい雪がふわふわ降っています、風強めですというふうにいただいております。こちら細かい雪ということなんですけれども、ふわふわレベルの動画内にはね、映り込まないぐらいの降り方なのかな。風が強いということでね、ここに雪を伴うと横殴りの降り方となりそうですね。よく見ると、本当だ、細かいからちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、よく目が慣れてくると見える。シャン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 、結構横殴られてるはい、ということで、降っていたわ、失礼しました。体濡らしてしまいそうなのでね、お気をつけいただければと思います。さて続いてです。こちらは宮城県大崎市の方からいただいているもの。雪がちらちら、もうなんかこれもなんか視力検査みたいになってきちゃってませんか。これは動画じゃない
お引っ掛けみたいになってるすごい今目見開いてたのにこれはあのお写真だということであ、本当によく見るとこれも降ってるの？そうなの？縦線が入ってるみたいです皆さんね。あー本当にね、チラチラ降っているということで、まあ、体感も極寒ということなんですけれども、この後ですね、午後は降り方が強まって、この太平洋側宮城県の方でも内陸部中心に積雪が増しそうです。お気をつけください。では続いてです。こちらは埼玉県埼玉市トラニャンさんから、雨が降り出しましたということでコメントです。関東地方もこの朝の時間帯からですね、ところどころで雨が降っておりまして、こちらは降り出しのリポートですね。埼玉県など現在そうですね、雨のご報告多くいただいていますね。主に東部でしょうか。またその他も曇りのエリアが多くなっておりますが、断続的に雨の降る一日となりそうです。以上、ここまではいただいているリポート確認していきました。それではですね、この後西日本や東日本のお天気について詳しく見ていきます。西日本や東日本では広い範囲で雨が降る一日となりそうです。いただいているリポートから見ていきましょう。こちらは熊本県水俣市の方からです。傘を差していても足元が濡れまくり、雷ピカピカ光る豪レベルの雨、やや風強いということでコメントをいただいております。このようにですね、雷が鳴っているリポートありましたけれども、局地的な雷であったり激しい雨の降り方などにも注意が必要と言えそうです。ではですね、この先の予報についても確認していきたいと思います。はい、今日は断続的に雨が降る一日と言えそうですね。そうですね、広い範囲で雨が降りますし、局地的には激しく降るということがありそうです。はい、今日の天気図から見ていきます。今日は日本付近前線が停滞しておりまして、この前線に向かっては南西から非常に湿った空気が流れ込んでいる状況です。まあ、梅雨時に近いぐらいの湿った空気ということで、2月としては稀に見る雨の強さという形に今日はなっております。衛星画像で見ていきましても、ちょうど湿った空気が流れ込んでいるあたり、現在は熊本のあたりですとか、あとは西に目を移しますと朝鮮半島の南のあたりに非常に発達した雲というのが見られます。今日はこういった雲全体が東へと進んでいきますので、現在は九州中心に雨が激しくなっておりますけれども、この後は西日本の広い範囲でも雨が激しくなる可能性がありますし、関東なども本降りに変わってくる見通しです。現時点では雨が強く降っているところは九州が中心で、豪雨という激しい雨の報告、また中国地方ですとか北陸近畿などからもザーザー降りの報告が届いております。この後は活発な雨雲が東に広がるため、関東も今ポツポツパラパラと降っているところも雨がしっかりと降ってくるということになりそうです。この後の雨雲の予想を見ていきますと、現在九州に雨を降らしている発達した雲というのはこの後四国方面にも拡大していきます。また朝鮮半島の南にあった雲というのは九州の北部に広がってきまして、その後は中国地方にも拡大していくということになりそうです。関東もお昼を過ぎる頃からは発達した雲がかかりやすくなってきますので、雨がしっかりと降ってくるということになります。今日は西日本を中心に短時間の激しい雨の恐れがありますし、東海や北陸、関東といった東日本でもだんだんと本降りの雨のところが増えてくる見通しです。はい、またリポートではね、風もやや強いというふうにいただいておりましたが、はい、沿岸部を中心にやはり風強くなりそうでしょうか。そうですね、またあの活発な雨雲が通過する際は、先ほどのような雷もそうですし、あと突風を伴う心配というのもありますので、合わせて気をつけていただきたいと思います。はい、最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。